皇室費用とは、皇室に関する処刑費。日本国憲法では、皇室の費用は予算に計上して、国会の議決を経る必要がある。皇室費は2016年度予算案で、約61億円。皇室費は、内定費、皇族費、宮廷費の3つに分かれている。また、区内庁費は109億3979万円。 皇宮警察本部人件費は72億4500万円。皇室経済に関する重要な事項の審議に当たるため、合議体の皇室経済会議が設置される。同会議の議員は、衆議院及び参議院の議長及び、副議長、内閣総理大臣、財務大臣、区内庁の長並びに会計検査院の長の8人。議長は、内閣総理大臣。 皇室経済会議の主要な職務は次の通り。なお、大日本帝国憲法下では、皇室経費と呼ばれ、将来増額を要する場合を除いて、帝国議会の協賛は必要ないこととされていた。明治憲法以前は、皇室と国との法律上の明白な区別は認められず、皇室経費は当然に国の歳出の一部として支出され、 国の他の歳出と特段の際はなかったが、明治憲法制定後は、皇室の収入支出は、天皇の一身に属するものとして、国の収入支出と区別され、国からは、毎年、定額が皇室経費として皇室に法定され、それが、どのように非償されるかは、皇室内部のことに属し、政府も、帝国議会も会計検査院もこれに関与する、権能はなかった。 皇室の会計は皇室の機関によって処理された。皇室の収入は国庫から支出される、皇室経費だけではなく、五両収入も大きかった。国庫からは、毎年、定額の皇室経費が支出され、将来、これを増額する必要がある場合のほか帝国議会の協賛を必要としなかった。ありがとうございます。